この番組は安心で健やかな毎日を送るための情報を鳥取県衛生環境研究所のスタッフの皆さんにお伺いします。今回は化学物質環境実態調査についてお話しいただきます。化学物質は様々な性質があり、私たちはその性質を利用した製品に囲まれて生活しています。燃料、接着剤、プラスチック、調味料、医薬品などは分かりやすい例です。化学物質は私たちの生活を豊かにし、健康で快適な生活になくてはならないものになっています。しかし使い方を間違えると、空気や川、海などの環境を経由して私たちの健康や動植物に悪い影響を与えてしまう物質もあります。またダイオキシン類のように作るつもりはなかったのにできてしまう化学物質によって環境が汚染されるということもあります。ではこのような状況に対応するためにどんな制度が設けられているんでしょうか。国内の主な制度として、まず法律で製造や輸入、使用を規制しています。次に PRTR 制度といいますが、事業者が化学物質をどのくらい環境中へ排出しているか、あるいは廃棄物として運び出したかを把握する制度があります。また実際に化学物質が環境中にどれだけ残留しているのかを調査しています。これを化学物質環境実態調査といいます。国際的な取り組みにはストックホルム条約があります。これは有害で残留性が高い物質を少なくするため、国際的に協調して規制していこうというものです。このうち当研究所は化学物質環境実態調査に参加していますので、今回お話ししたいと思います。化学物質環境実態調査が始まったのは、公害問題が叫ばれた今からおよそ40年前、昭和49年度からです。調査は環境省が主体ですが、全国の都道府県や政令指定都市、それに分析機関などの協力によって全国規模で実施されています。調査の対象は PCB や DDT など、環境中での残留性が高く人の健康や生態系に有害な影響を及ぼす恐れのある物質です。これらの化学物質を作ったり使ったり廃棄するときに、環境中に出た化学物質が空気中や水中、川底や港にたまった泥、また生物の体内にどのくらい存在するか調べます。これまでの調査結果というのはどうだったんでしょうか。はい、まず全国のデータですが、昭和49年度から平成21年度までの36年間に1208の物質が残留しているかどうか調査しています。そのうち約半数の671物質が検出されています。モニタリング調査による年度ごとの変化は、近年の濃度レベルは横ばい、または緩やかな減少傾向で推移しています。これは法律などによる製造・使用の規制や廃棄物の管理などが進められてきた効果が現れていると考えられます。ではこちらで行っている調査について教えてください。昭和57年度から生物のモニタリング調査として中海のスズキの調査を行っています。スズキは体内に有害物質が蓄積されやすく、生息地域も全国的なので調査対象になっています。その結果ですが、具体例として発がん性物質の一つ PCB のモニタリング結果を見てみましょう。中海のスズキの PCB 濃度は横ばいか緩やかに減少しています。食品の残留規制値の200分の1以下ですので、我々の健康に影響のないレベルだと言えます。また大都市周辺と比べると、その濃度レベルは低い傾向になっています。昨年度は PCB のほか26種類の化学物質がスズキに残っているか調査していますが、おおむね同じような傾向にあり、大きな問題はありません。今回は化学物質環境実態調査についてお話しさせていただきましたが、洗剤の排水や車の運転による排気ガスなど、私たちの生活の中で出る化学物質により環境に負担をかけていることが多いのです。さまざまな製品の使用法を守るとともに、無駄に多く使わないよう身近なところから心がけることが大切です。